どうも、菊之進です。今日は物事を深く考えすぎる性格の直し方をテーマにお話しします。相手のちょっとした一言を重く受け止めすぎてしまう。傍から見ると些細なことでも考えすぎて落ち込み気にしてしまう。一つのことを心配しすぎてしまう。そんなあなたへ、考えすぎは良くないと分かってはいても、それを直すのって難しいですよね。考えたくなくても頭の中でぐるぐる同じ思考が繰り返されるのは苦しいと思います。そんなわけで今回はネガティブな考えが頭の中を支配した時にうまく切り替えて気持ちを楽にする方法をお届けします。それではどうぞ。物事を深く考えすぎる性格の直し方、たった一つほにゃららするだけ。思考や心の荒波を落ち着かせて悩みをどんどん小さくする、気持ちを前向きに持っていく手法を心理学用語でメタ認知と呼びます。物事を深く考えすぎる性格はたった一つ、メタ認知をすることで治ります。難しそうに聞こえますが、やることは簡単です。次の3つの切り口で無駄に悩まない性格を手に入れましょう。まず1つ目の切り口がこちら、悩みのベクトルをほにゃららへ。世の中にはどれだけ悩んでも変えられないものがあります。それは他人の気持ちと過去の出来事です。あの人に嫌われちゃったかもとか、あの時こうすればよかったという悩みがまさに当てはまります。考えても考えても結論が出ないので、余計にモヤモヤが残り、また同じことを考えてしまう無限ループにはまってしまうんです。考えないようにするのがベストですが、それができたら困っていないと思います。それでは一体この負の連鎖からどうやって抜け出すのが良いでしょうか。ズバリ、変えられない悩みを変えられる悩みにしてしまえばいいんです。例えば、あの時こうすればよかったという悩みは、それ自体すでに過去の出来事なので変えられませんよね。でも、あの時の恥ずかしい失敗を繰り返さないように今できることはという悩みならどうでしょうか。これなら変えられます。未来の出来事に対する悩みだからです。つまりポイントは、悩みのベクトルを過去から未来にすり替えることにあります。これをしてあげると、元あったどうしようもない悩みが解決できる問題に生まれ変わるんです。ここまで来たらもう簡単です。納得のいくまで解決策を見出してあげましょう。そうしているうちに、いつの間にか気持ちも前向きになって、後悔の念も消え去ります。ネガティブ思考のループから抜け出せるんです。続いて2つ目の切り口です。少し強引にほにゃららを出す。頭の中で思考がぐるぐるするのは、自分の中で納得いく答えが見つからないからです。脳ははっきりしないことをはっきりさせようと、何度も同じ出来事を思い出しては答えを見つけようとします。それならもういっそのこと結論を出してあげましょう。蹴りをつけてしまうんです。そうすればいちいち思い返すこともなくなります。ということで、先ほどのあの人に嫌われちゃったかもという悩みを例に蹴りをつけてみますね。これは実際に僕の事例ですが、最近ある人に避けられているように感じるんです。話しかけてもなんだかそっけないし、向こうから話もしてこなくなりました。最初は自分が何かしてしまったのかな、嫌われるようなことをしたのかもと悩みましたが、考えてもしょうがないし考えないようにしたんです。でもなかなか消えてくれなくて、ふとした瞬間に思い出すし、何をするにもモヤモヤして辛い、そんな状態が1週間ほど続いて、さすがにしんどいと思い、半ば強引に蹴りをつけたんです。こう考えるようにしました。逆にそっけなくしてくれてありがとう、気難しい人間関係が減って、むしろこっちは楽になったよ。これで変に気を使わなくても良くなったし、これからは気楽に行こう。そう思ったら心が軽くなってスッキリしたんです。ネガティブな出来事にポジティブな意味付けをして、半ば強引に蹴りをつける。これで気持ちが楽になることもあります。ぜひお試しくださいね。続いて3つ目の切り口です。自分のことを一歩引いてみる。あなたにもこんな経験ないですか？仰向けになって青空を見上げた時に、ああなんてこの世界は広いんだろう、それに比べたら自分の悩みなんて大したことないなって感じたことが、これがまさにメタ認知です。メタ認知のメタには、より高い次元でという意味があります。つまり高いところから自分を見下ろすことを指すんです。果てしなく広がるこの世界では、自分はこんなにもちっぽけな存在なのだと気づくことで、目の前の悩みなどどうでもよくなってしまいます。
頭の中で嫌なことを思い出してぐるぐるし始めたら空を見上げるのもいいですが、小高い丘の上や立体歩道橋に行ってみるのもおすすめです。周りにたくさん人が歩いているところがいいです。せわしなく歩いている人、誰かと口論している人、不安そうに周りを見渡している人、いろいろな人がいます。彼らを見ていると、ああこの人たちにもみんなそれぞれ悩みがあって毎日を一生懸命生きているのだなと思えてきます。これがいまいちそう思えないという場合は、ニュース番組をつけてもいいです。さまざまな国の情勢や日夜繰り返される事件や事故などを見ていれば、自分はまだマシかもしれない、逆に恵まれているのかもしれないとさえ思えてきます。あなたに合ったやり方で世界から見た自分を意識してみてくださいね。自分の悩みって案外ちっぽけなものかもしれないと気づくことができたとき、あなたの悩みはだいぶ小さくなっているでしょう。最後まとめです。物事を深く考えすぎる性格はたった一つ、メタ認知をすることで治ります。メタ認知とは自分を客観的に見て冷静になること、沈んだ気持ちを前向きに持っていくことを指しました。次の3つの切り口で試してみてください。1. 悩みのベクトルを未来へ。 2. 少し強引に結論を出す。 3. 自分のことを一歩引いてみる。あなたの悩みがどんどん小さくなることを願っています。本日もご視聴いただきありがとうございました。応援していますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。